君とポピーならできるよ。この地獄と。ごめんな。俺が多分今苦しみ、地獄味わわせてるかもしれないわ。はい、どうもこんにちは、こんばんは。ライです。というわけで今回もこちら、ポピープレイタイムチャプター3、ディープスリープ。こちら続きやっていきましょう。パート3です。でね、パート1、パート2見てない方は、概要欄の方から再生リスト載せておりますので、ぜひともそちらからご覧ください。じゃあ今回はついに学校編ということですね。学校ってことなんで、どこにあるんだ学校って。学校。ホームスイートホームの隣か。これか？全体的に電源がついたおかげでめっちゃ見やすくなったね。多分これでしょう。こっちから脇道に入って、ここだね、多分。ここが、スクール。で、また予備電源があるから、多分あれを解放するってことなんだろうな。行きましょうか。さあ、いきなりもう地下に案内させられるんだね。もう、地上のはもうほとんど飾りみたいなもんなんだろうな。さあ、ここですね。行きましょうか、どんどん。さあ、急がないと。急ぐね。わかった。まあ、やることはさっきと同じだよね。ドームのあっち側にいるときは君に連絡できないから。あ、そうなの？そこには何かがいる。一人じゃないから気をつけて。ちょっと待って、もうちょい話聞かせて。もうちょい話を聞かせろ。誰かがいるってことだね、とりあえずね。何がいいんだろう。何か、こちら、何？ディライト。お取り込み中失礼します。ミスディライト？皆さん、ベルが鳴るまで席を離れないように。パスなしで廊下に出ちゃダメよ。パスなしで廊下に出ちゃダメ。廊下出てますよ。いいっすか。こっちは音楽室かな。ピアノがある。あ、また電源あるね。これは電源を取れるタイプか。他には特になさそうかな、この部屋も。パスなしで廊下に出ちゃいけないっていうのは、ここで電源が必要だったんだ。こっちもさっきの部屋だね。じゃ、さっきのやつもらって、行きましょう。で、さっきの放送は何だったんだ？パスなしで廊下に出るなって話だから、なんか別のやつが歩き回ってんのか。でも特になんもなそうだもんな。アイカーズヘルプって文字がめちゃくちゃ目立つな。さて、まず奴はどこにいるんだ。奴というか誰がいるのか分かってないけど、ね、こっち行けばいいのかな。さあ、この辺は入れる。なんか実習室、パソコンルームか。パソコンルームがあるだけ？結構広そうな感じだね、また。あ、水筒ある。水筒。ダメか。水筒は取っときたいけどな、普通は。拾えそうなもんない。オッケー。こっちの部屋が開かないけど、何かでっかい施設。なんか結構大切そうな機械だね、あれは多分。んで、ここ取れる。なんかいた。確実に。あれ、なんか先生役みたいな感じかな、また。ちょっと別作品でごめんだけど、ガーテンバーバーにもさ、ああいうやついたよね、先生役みたいな。白い、なんていうんだっけ、あいつ。名前わかんないな、ちった。そんなやついた気がするわ。で、ここは電源が2つ必要と、また同じだね。で、多分さっきの場所を通ればいいのかな。お、通れるよね。通れた。よし。なんだったんだ、今の歩き方。めっちゃ不気味だったけど、どこ行ったの？行く場所なんてないやん、これ。見覚え？そう、思い出した。誰？ここで働いてたでしょ。ないです、ないです。なぜ？え？生きてるの？え？ん？バーブ？バーブ？バーブによると同業を探してるみたいね。キャットナップは許さないわよ。え？出て行って。死にたくないなら。はい、死にたくないです。死にたくないけど、ねえ、進まないと始まらないんで。ごめん。何もないか。何もない。何もないな。あ、待って。あ、
焦った、ここにあったんだ。電源コード急にこんなとこにあるのか、びっくりした。なんか全然ないなーって思ってたからさ、大抵1個はこの辺にあると思ってたんだけど、と思ってずっと探してた今ずっと。よかったー。じゃああと1個だね、必要なのね。で、あそこの先に進むために電源が必要なんだよ。あの手のタイプの。ここだよね。これが必要なんだけど、ないと。どっかにあるのかな？近場にはなかったよね、確かね。最初の方にあったっけ？確か。序盤の方にあったよな。確かこの部屋に。ああ、これ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 。これもらって走っていくか。間に合うかな？あ、全然間に合わねえ。あ、じゃあどっかにあるんだな。探さんとね、また。あ、ここ何？開かないか。どこにあるの？ん？なんかある。あ、テープあった。ラッキー。じゃあこのテープどっかで見れんだな。どこで見んだろう。テープ見る場所。あー、多分あの奥のやつだな。となるとやっぱここ開けないとね。待って、どこにあるの？マジで。電源探しだ。なんかがあるとかではない。お、あ、ありました。皆さんありましたよ。よいしょ。で、ここは何につながるんだ。ん、何の部屋。おお、え、ん、もう電源あったの。もうこんなとこに電源あっていいの。あ、やこれをあそこにはめてこよう。隣の部屋のこっちだ。これにはめればいいんでしょ。で、そしたらここは使いになって、電気を持っていけると。この距離感なら間に合うのかな？さすがに。よいしょ！オッケー！間に合った。じゃあ早速ビデオデッキ見ちゃおう。さあまた鑑賞タイム。子供たちは？ねえ、子供たちは？まさか。従業員と同じ場所に？違う。子供たちは無事？ああ、会えます？ダメだ。それだけ、それしか話してない。私が全員殺すの知ってたんだ。え、殺そうとした。え、この声の主、さっき俺に話しかけてた人だよね、多分。え、じゃああの、うーわ、今歩いてたやん、完全に。開くんかい。どこにもいない。で、ここにまたそういうのが必要と。あれ、抜いてこれないよね、多分ね。新しいのが多分必要ですと。どうなった、エンター。こっちは？開かないか。じゃあ、こっちかな。開いた。さあ、何の部屋？特に変わり映えのない部屋な。従業員の、ね、そういう事務部屋かな？いわゆる。あ、ここ開かないんだ。お、待って、なんかこいつ持ってんぞ。ノート4？お腹が食べ物を求めて悲鳴上げているよ。自分がどれだけお腹が空いているかを除けば何も考えられない。今は床から起き上がる力もほとんどない。バーブが私に話しかけてくる。バーブ、さっき言ってたな。彼女は私に強い力を与えてくれる。私は自分が立ち止まっていると、誰もが死んだと思ってしまうことに気づいた。バーブは、私が来るのを他の先生たちに絶対に見られることもないので、私が何か食べるべきだと話す。逃亡を止めるために何かいいもの。お？どういう話なんだ？で、多分この上なんかあるよね。よし、これで。オッケー。あー、もう落ちないでー。さあ、こっちから行くと何があるんだろう。どっちにすべきかわかんないけど、まあ、とりあえず、どっちも対応ができるようにしとこう。あいつが、さっきの先生みたいな人なのかな。え、こっち折れて大丈夫？とりあえず折れるか。人の話を聞かないのね。うわ、めっちゃ怒ってる。そこは他の人間たちと同じ。同じ？あなたの悲鳴もあいつらと同じかしら。何その脅し文句。楽しみでたまらない。さっきここ歩いてたんだよな、あいつな。多分。
さっきここをこうやってさ、ここだよね、俺さっき見てたんね。あ、あそこにもなんかある。これも絶対通れるやつだな。とりあえず外出ますか？あ、出れなくなってる。出れないのか？あ、なんかこれ、登れそうじゃない？あ、違うのか。なんか見れんのかな？あー、これどかせるのね。じゃあこっちもか。どかしといて。で、こっちが開くと。なるほど。これ廊下に出て大丈夫なの？大丈夫なのかな。まあ、とりあえずここの電源だよね、要はね。取って、つけると。多分この手のタイプは、ちゃんと早めに行かないと、間に合わなくなる。絶対こっちじゃん。プレスヒア。なんて名前なんだろう。あ、ミスディライトか。私たち姉妹を見つけて、いろんな面白い哲学を学びましょう。姉妹？ボタンを押せば人間について学べます。姉妹なのか。二人いるってこと。知ってました？人の血管の長さは合わせると10万キロメートルになる。すげえ、そんなんだ。ちなみにですが、地球一周の距離は約4万キロメートルしかありません。おお、物知り。めっちゃ物知りやな、こいつ。最も小さな骨は耳の中にあるアブミ骨。でも、アブミ？骨折すれば耳が聞こえなくなることも。おお、なるほど。そういうね、危険性も教えてくれると。人間の臓器に興味が湧きました。授業はしっかり聞きましょうね。なんかさっきから話してない、怖いんだよな。生徒の皆さん、あー、一緒にしちゃったか。こっち行けんのかな。あ、行ける。あ、さっきの部屋だ、これ。ってことは、じゃあこの辺に確かドアがなかったっけ。あ、こっちだ。こっちから開けらんないんだ。何の部屋だろうな。あー、これこん中入ってなんかしそうだね。よし、これ何の。うわ、これなんか懐かしい。これちょっとなんか懐かしくない？もはや。もはや懐かしいまである。このギミック。なになになに？なに？なんか壊してます。え？あ、開いてる開いてる開いてる。逃げよう逃げよう逃げよう。怖っ。え、待って、逃げらんなくない俺。こう。わかった。こいつ見てる間は俺から動けねえわ。え、どうすればいいんだろう。一旦目線はずっと送り続ける。クソ怖いな、こいつだとしたら。目線だけはダメ、外しちゃダメだから。今ならいけるか。確かこの真上ぐらいだよな。ここに逃げ込めばさ、よし。あいつもさすがに追ってこれないでしょ。でもまだなんか追われてる判定になってるよね。え、これどうしたらいいんだ。ずっと追われてる判定だ。え、どうしたらいいの。降りてみたはいいもののさ、でもちゃんとあいつ、俺がちゃんとあいつを死にさえしてれば、これ壊されたのか？うわー、壊されてる。なんかあるし。これどっかにつけるんだな、じゃあ。どこだっけ？場所わかんない話したな。ここやばい。ここの位置はまずいから、どこに行くんだ？あの化け物一旦探そう。あー、これだ、これだ、これだ。あ、そこに止まってんの？スタックしてたあいつ。収穫の時期って何？体はまだ新鮮である。何それ、急な暗号めいたのもやめて。じゃあちょっともう一回逃げるか。割と余裕な気はするわ。え、こうやって見とく分には多分動けないんだろ。お前動けないんだな。よし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 、なら余裕よ、正直。うん、余裕。速さは、あー、なんかそんな速くもないな。で、開けて、
うわ、あれ抜きてえけど抜けねえよな、多分な。あ、抜ける。取れるんだ。めっちゃ来るやん。さあ、速度としては、そんな速いわけではないと。オッケー。よいしょ。しっかり見て、よし。どこに行けばいいんだろうな、俺。じゃあね、周り探すのちょっとこれ大変だな。何かあるのか？さすがに近づきすぎると死ぬってことがよく分かったから、あんまり近づきすぎんのもよろしくないね。で、外出よう。一旦そこで待っててもらって、閉められるかな？落としちゃった。落としちゃった。間違えた、落としちゃった。閉めてみたらどうだ？お前、その顔なのか、ずっと。おーおー、スライ、横スライドすな。これ、ドアさ、閉めたらあいつ出てこれねえんじゃね？あれ？あれ？完全にスタックしてない？完全にスタックしたな、あいつ。え、これでいいのか？あー、で、多分、あそこの電源が必要なのか。なるほど。じゃ、あんまし意味なかったな。えい。意外と早いな、こいつ。一旦こっち引き寄せよ。で、一旦。あいつが、あそこにいるよね。よし。割と急ぎで、あー、くそ、ダメだ。どうしよう。一旦奥にまで引き込もうっつっても、ちょっと厳しいしな。ずっと俺のこと見てる。で、今、後ろを見て、はい、はい、よし、OK。多分後ろが開くんだろう。OK。さあ、あと必要なのなんだ？この部屋なんだ？この部屋が何なのか全然分かってない。こっち行くか？こっち行こう。で、一旦顔を見て、置く、よし。何？なんか「ラン」って書いてあったよな。こっち行けばいいんだ。こっち行ってみるか。何？え、これ何？ああ、そういうことか。そういうことね。これどうすればいいんだ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。顔だけ絶対目から離せない。正直もうちょっとどこに逃げていいのか分かんねえな。こっち？あ、近道がある。何これ。上に行けそうな場所はないしな。これ何の部屋。あー、そこに電源があるのね。 OK。 っていうことはどっかからかまた電源拾ってこないといけないと。なんかめっちゃ速くなってね。うわ、なんか貫通してきた、あいつ。扉を開けたってことか、あいつが。ってことは一旦こっちに来て取らないといけないんだ。ってことは一旦こっち来た方がいいな、俺。こっち来てさ、あいつと場所を交換しよう。そうした方がいいと思うわ。もっともっともっとこっちと思ったけど無理だ。これ以上は無理だ。だから一旦ここで引き寄せて、一旦そこで見とく、見とく、見とく。もらう、見る、よし。で、奥行く。これならどうよ。最短距離を駆け抜けろ。はい。で、後ろ見て。来てるね、来てるね。よし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 。このまま走ろう。さあ、次は？ここにある。来てるな、来てるな、来てるな。危ねえ。よし。で、電気はそこにあんのが分かったから、問題はよ。開けられるけど、こっ
から届くな、届くな、届くな。届くけどどうしよう。あー奥だな、あっちか。よし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 、大丈夫。こいつは俺が見てる限りは絶対に 手が出せないはず。あそこに2箇所あるな。反対側にも何かあるんだな、これ多分。よし、こっち側にも多分何かしらがあると考えて、それっぽい部屋あるよ。あれね、ある。やっぱそっち帰ってくるか。あれダメだった、え、今ダメだったか。あ、違うわ、電源いけてる、いけてる、いけてる。オッケーオッケーオッケー。じゃああと1個だ。どこの部屋だっけ。確かこの部屋、この部屋にある。よし、早めに来て。よし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 。あー制限時間ある、向こうの電源にも制限時間があるんだ。ってことは相当急がないといけないな。どっちか行く、そっちか。速攻速攻、もう速攻行って、よし、ですぐ顔を見る。よし、これで開いたんじゃね。あー、マジか、時間足んなかった。ちょっと難しいけど、参ることは分かった。よし、一旦だからこっち走ろうか。そっちにね。よし、でここでつける。そんで後ろ向きつも前向いて、よし来てる。あら、はい、お前から目を離さない。で、なんかこっちの時間の方がなんか圧倒的に短いな。こっちからやんないといけないのか。あれ、できない。え、なんでなんでなんで。スピード勝負だな。一旦ミスディライトをこっちまで寄せてしまうか。中から来る。よし、中から来ました。よし、で収めつつ、収めつつ電源も入れます。ちょっとバック走行でいくわ全部。よし、間違えた。危ねえ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 、危ねえんだって。ミスデライト開け開け開け、開いてない、なんで。はい、よし、これでどう。なんで開かないの。え、ちょっと、なんで開かないの。なんで。別になんか普通に逃げ回ってもなんか捕まる気がしないな。よし、来た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 。で、で、で、これを持ってこう、これも持ってこう。何かに使えるかもしれん。で、ミスティライトがいる。あ、なんかバッテリー使えるところある。バッテリーいるよ。力いくか。うわ、なんか他にもいっぱいあるな。合ってんのかな、これ。待って、なんかさっきより速くない、お前。うわ、なんかこいつ、さっきより死人のあれが全然違うぞ。あー、そこにバッテリーあんな。届かないか、届かないか。もうちょいこっち来てもらっていい。この辺からパーって取れないか。いや、これなら取れるな。よし、んでさ、ちょっとびっくりした。ごめん。吹き落ちちゃった。ごめん、ごめん、ごめん。間違えた。一旦落とす。あ、バカ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 。一旦落としときます。こいつさ、抜けない？あれ？これ買ったんじゃね？あ、違う。扉あるわ、そこに。
扉あるから多分ダメなんだろう。あ、やっぱそうだよね。そんな甘いわけねえな。で、そこにもあったよ、よく見たら。よいしょ。ちょっと扉閉めさせてもらっていい？あー、閉めらんないか、さすがにここは。まあ、そうだよな。どっちから行くべきかな。てかこれさ、よくよく見たらさ、もう俺さ、なぜかバッテリー2個持ってるからさ、いけね？どうなんだ、そこのところ。そうだよね、バッテリーがなぜか今3つある。あれ、これ買ったんじゃね？一旦ちょっとこっち来てもらおうか。おいでおいでおいで。一旦ちょっとここで俺と追いかけっこしようぜ。一旦ここで俺と追いかけっこしてもらって。これ俺買ったんじゃね？よいしょ。あー、さすがにか、さすがにそこはダメか。一旦こっち来て、うふふキャハハをする。どっちから来る？こっちから来てんね。よし。でそこでとどまってもらったらラッキー。お前見てんだって。俺見てんのよ君。どこに扉があんだ？そっか。よし、ここ入り、閉じときの開けてくる？はいや、はいや、お前早すぎないか。あそこに電源供給が必要なのか。最後電源供給、じゃあ多分だけどフラグ的な意味で多分こっち来ないといけないんだよ。はい、あれダメだ、また入んねんの。早いなマジでこいつ、移動速度どんどん速くなってない？動いてんの見えてんだってお前。絶対見えてっかんな俺、お前が動いてるところ。でも一瞬で後ろ振り向いて入れる入れる。よし、で多分こっち側にはあと1個あんじゃね。え、俺なりの予想。さあどこにある？ああ、電源があそこにあるのね。なるほど。ということは、あいつをどかそう、一旦。あそこにある、これをどかして、置けば、で、すぐ戻る。うわぁ、くっそ！君はまだ死ぬことはできないし、準備。何を言ってるんだ。うわ、しかもこっからかよ。いや、こいつ結構難しいよな、やっぱ。改めて思うけど。ここまで来た。そこだな。よし。すげえ行くんだよな、やっぱな、こいつ。またスピード勝負って感じだから、イメージは。よし、ここの電源取っていい。はい。よし。これでやった、いた。OK。で、あとは中勝負だ。こっち、よし、あとはここだの勝負だな。こいつマジで動く速度速えな。とりあえずこっち来て OK。 こんな感じでこいつも取っとく。こっち、よし。あとあそこのやつやな。このやつちょっと落としとく。先にこいつらを入れた方がいいか。よっしゃ、危ねえ。めちゃくちゃ怖いこいつ。さあ、これで最後が、どうすんだっけ。
こっちにいた方がいいか。おお、そっち行くんだか。すげえ行くんじゃんこいつ。なんでよ。え、確かこの辺に、あったあれだな、これをもらい、目線は発さない。よいしょ、で、こいつ拾い、はい、はい、ダメ、一旦拾って、こっちの部屋来るか、一旦こっちの部屋来させた方がいいな、多分な。ここまで来させてます。よし、あともうちょい、マジであともうちょい、頑張れ。扉の位置、よし、ですぐ入れる。よいしょ、でしたらこっちの電気取って、あいつがこっち入ってきます。よし、今ならいける。はい、あれ、あ、間違えた、こっちでしたね。はい、あ、開いた、いけるのか、もう行っていいの、走るか。あー、待って、そういうことね、やつから目は離さない。来てる、いけ、一旦こっち、そこで待ったけよお前。意外と保持できてる時間も長いから、よし、行こう。これはあとはもうまっすぐ。おお、なんか、なんでワープしたの、え、もう止まん、あ、止まんないわこいつ、やばい、え、どうすんの、あ、あれば、うおー。やったのか、やったよ。怖かったー。なんで、あ、なんかノートある、何このノート。今日ドアが開き、何かが私のホールに入ってくる音が聞こえた。バーブと私は一緒にキャットナップが持っているものを見つけた。この間ずっとこんな苦しみばっかだった。私はドアに影をかけたのは彼だと知っている。彼を殺したいとは思っていたが、それが現実のものになるとは思いもしなかった。彼は私だけが残っているのを見て嫌に嬉しそうだった。我々は駆け引きをしていた。今ではお互いを気遣っている。我々が見たことを他の人、そして神に報告してくれ。どういうこと、何の話をしてんだろう。いやー、でも倒した、めっちゃギリギリスライディングで入ってこうとしたんだな、危なかった。てかもうこいつ最後ルールに無視してきたけどな、もはや。よし、じゃあ次これ、あー、来た、ロード来た。よし、やっと次のステージですね。さて、お、またこいつ、なんだこいつ。ホッピーホップスコッチよ、一緒に月までジャンプしない。ホッピーホップスコッチ、お、3つ数えるね。3つ、はい、2、何、3。全然ダメだね。何なんだその言い方、ジャンプしなかったのがダメだったのか。もう一回ね、2、3。ダメ、下手すぎる。下手すぎる、そこまで言われる。ねえ、月に行けるまで私諦めないわよ。お、すごい向上心の塊じゃねえかよ。いいじゃねえかよ、頑張れ。また行くのか、また行くの。ちょっと足元を見ちゃダメ。足元関係ないよ、ほらもう一度。何のこと、何のことを言ってんだこいつは。ジャンプ。じゃーん、ブズズじゃねえんだよ。何だったんだ今の、これ何。 3。 おー、何、お、あー、明かりで1回転すると1回復する。あー、そういう感じの、なんかそういう感じだね。うわー、すごい浮いちゃった、ごめん。なんかあそこにあんな、あれ取れんのかな。よいしょ。ああ、取れた。これバッテリーか。よし。で、ここは、お、これに刺すんだね。よっしゃ、あと先進んだ。なーにこれ。怖いってば。
とりあえず普通のこの手で行ってみるか。あ、ビデオデッキあんなと思ったら、ありました。これだ。これで、これかな。はい。さあ、何が見るかな。何これ、このポンコツエレベーターめ。なんだ、リッチ。いや、なんでもない。さっさと荷物を下ろして帰ろう。どうやらここが好きじゃないみたいだな。違うか。ああ、大嫌いだね。その、ここの子供たちには人工の空じゃなくて本物の太陽を見せたくないが、まったく子供たちとも話せない。それって、すまん、スチュアート。すまん。今日は意外なことを言うんだな。まあな、いつもイラついているのをやめようと思ってね。女房が言うには短気なのを直した方がいいって。女房のためだよ。お前はちょっと変わってるだけ。馬鹿正直だ。だが俺はお前のそういうとこ好きだぜ。そうか。変わったやつだな。ねえ、なあ、リッチ。俺はもうすぐ引退だ。ああ、後任を選ぶように上から言われててな。俺はその、お前に任せようと思ってる。え、マジで？マジだ。正式ではないが、その、冷たい面の下には真っ当な男が隠れてる。正直な働き者がな。そうだろう。俺はお前が適任だと思ってる。わあ、ああ、その、なんて言ったらいいか。俺は全員に嫌われてるわけじゃなくてよかった。全員じゃないさ。全員じゃな。ここで働いてる人たちのなんか話ってことか、今のは。どういう話なんだろうね。これライターだけど拾えないか、さすがに。ライターじゃねえ。懐中電灯か。拾えない。いや、マジですごいな。何この施設。あそこもそのうち行きそうだね。よいしょ。おぉ、ああ、久しぶりだね。来た。よいしょ、いけい。でもこのステージなんだ、マジで。鍾乳洞みたいな、洞窟みたいなところなのかな。こっち行けばいいのかな。ほい。なんか拾えるわけじゃないか。よかった。下でよかったね。ここは飽きもしないか。じゃあどんどん奥行こうか。と思ったらこれは、どういうやつだっけ。あー、電源のやつね。オッケー。じゃあこれをここに刺すのかな。上になんかが行って、何かが、ん何かがって思ったけど何もないな。暗っ。こういう時にこれ使えるのか。なるほど。え今のステージ外だった、もしかして。マジか。マジかよ。ぴょーん。からのからのぴょん。よっしゃー。オッケー。で、問題はあの上に行く方法やな。なんかあんのかな。これにさ、電源持って、こいつに使うじゃん。そうすると、あ、これがついたんね。全然気づかなかった。今。行こう。よいしょ。よし。で、もう一回ジャンプか。はい。よし。あと一回？はい。よし。あ、待って。時間が足りない。あー、なるほどね。もう一回最初からやり直せってことか。この場合は。オッケーオッケー。まずちょっと迅速に行きましょう。ポン！ポン！ポンポーン！ラスト1回ぐらいか。わかんない。何回？あと何回なんだ？あー、間違えた！間違えた。危ねえ。こう！よし！ギリギリ間に合った。なんかすごい、大きい工事してた場所なんかな？なんの工事なんだろう？
あそこの施設なんか関係あんのかなって思ったら、来たー、俺の一番苦手なステージ来たー。絶対苦手でしょこれ。俺これ降りていいのかっていうか、降りれる場所ちゃんと、よしよしよし。でここにはなぜかこれがあると、ポン、こいつがある。あっちにもあんのか。結構忙しそうだなこれ。よいしょ、何かが、あー、あれか、いや違うな、多分こっちの方向だろう。うん、なんかそんな気がするね。これどこにどうすればいいんだ、配線としては難しいな。こいつの高さで何かがあるとしたら、反対側のあれか、多いよな、なんかそんな気がする。こいつのちょっと動きだけ見るか。こいつの、ほい、あー、やっぱそういうこと、反対側の動き見てなかったの、それは。見ていこうか。あ、と思ったら、この砲台あんじゃん。この砲台使うのか。いや、全然わかんねえ。最終地点がわかんないしな、しかも。どこなんだ、まあ、とりあえず、こいつ、こいつのちょっと動ける範囲見るか、一旦。あ、やっぱこいつだな。こいつ次第ってことか、じゃあ。行って、ああ、はあ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 。なるほど。となると、こいつはこっちか。で、こいつは、こう行ってもらわないといけないのか。で、あ、待って、これミスった、これミスった、これミスった、くっそ。で、あとは最後、こいつを、こんな感じですればいいのか。よし、これでできたね。はい。よし、じゃあこれで最後行きましょう。レッツゴー、ドン、トン、トン。はい、来たー。オッケー。じゃあ、あとはあっち行けばいいのかな。よし、じゃあ最後ここに来て、電源は通ってるみたいで、あと何すんだ、このエレベーターがなんか動く的な話なのかな。電源が下に垂れてる。けど行けない。なんで、何かしらボタンがある的な話かなと思ったけど、やり方合ってるよね、俺、多分。合ってるはずなんだ。じゃあ、もう一回、もう一回やるか。お？なんか降りてきたぞ。解除しないといけなかったんか、今。はい！なるほど、これでエレベーターが降りてきて、もう通電してるってことかな、こいつは。じゃあ、じゃあ行こうか。あれ？行けない？あー、だから、こっから引っ張ればいいのかな？そうか、この間に、この間にこっち来れば、上に行けますよと。そういうことか。よし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 。さあ、このステージは？お、まだまだ行くね。この先行こう、とりあえず。不安定で怖いなぁ。何や、あれ？あれ？え？ん？ちょっと待って。ん？キャットなんちゃらじゃない？あいつ。ちょっと。おーい。あー、撃てないか。めっちゃ直立動じゃないです、何もできねえ。かあれさ、今までのさ敵じゃね、これしても俺に気づかないの、どういう意図なんだあれは。分からねえな。で俺どこに行くの、あいつの元に行くわけではないよね、さすがにね。え、あいつの元に行く、なんかめっちゃ近くなってないですから大丈夫か。え、いいの、俺こんな近くて。ゴムゴムのバズーカー、聞かねえな。よいしょ。消えたんだが、彼消えたよ、どこ行ったの、くっそ見当たらねえ。あいつどこ行きやがった、なんかいろんな子いるし、なんか一個ぐらい持って帰れねえかな。無理か、あっちには行けなさそうだよね。うん、そうだね、もうぶっ壊れてるね。じゃあこっち行こう。何なんだろう、マジで。怖っ。よし、行こう。とりあえず、この先だな。
さ、まだ何もない。暗いね、周り。なんか、こっちなんか起こりす、うわー、なんか、ぶっ壊れそうなのあるよ。すげーぶっ壊れそう。俺途中でこれぶっ壊れんじゃないあそこ。あー、なんもなかった。よかった。よし、じゃあ行こう、この先。さあ、何かがありそうではあるけど。うわー、なんか出てきそう。どこ？あ、何？なになに？え、来い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 。あ、え、今、え？俺なんかすげえ反射でなんかこいつ使っちゃったけど。よかったんだよね、多分ね。ビデオがあるからビデオ探そうか。ビデオどこかな？ Please here。ボビー？あ、俺のこと大好きなの。ありがとう。ものすごく好きなの。あ、ありがとう。そんな嬉しい。君に夢中なの。これなんかこんな告白されるの初めてだからなんか緊張したな。君がいないとダメなの。まあ、急にメンヘラ。ずっと寂しかった。うわ、どんどんメンヘラになってくる。お願い。僕も連れて行って。どうやって連れて行くの？置いて行ったりしないで。してないしてない。じゃあ、僕ボビー。なあ、もう一周した。君が大好きなの。はい、ありがとう。なんだったんだあいつ最後。いなくなってるもんな。で、あとなんかカセット的なものがあると思ったんだけど。青いカセット。なんかないかな。うん、ちょっとなさそうだから、まあこれはいいね、一旦な。よし、先行こうか、とりあえず。どういうステージ？じゃ、どういうステージ？マジで。あ、扉があるね。あ、でも開かないみたいだ。誰かの、なんかいいようの寝床みたいになってない？なんか小さい子は確かにこういうの作るの楽しかったけどね。あ、あった！あ、ビデオデッキあったー！見に行こう。さあ皆さん、お待ちかねの鑑賞タイムでございます。はい。お、さて、これはキャットナップ。キャットナップ、実験体1188。本名は何だっけ？本名？ああ、分かった。いやあ、テオ、調子はどうだ？通常これをやるのはドクターソーヤなんだが、彼は外れたんだ。後任が決まるまで私がやる。まずはおめでとう。新しい体になって今日で4年目だ。目覚ましい進歩を遂げたようだね。聞いた話では君と他のスマイリングクリッターズ、つまりドッグデイやらピッキーピックやらなんやらがプレイケアに来た時、君は子供たちとうまく付き合えなかったそうだね。でも今ではみんな夢中。赤い煙は素晴らしいことじゃないか。彼のおしゃべり装置は故障か？プロトタイプが我らを救う。え？テオ、助けてくれないぞ。監獄が君らの居場所。プレイケアの子供たちに会わせるために出してやるが、君の家はここ。そしてプロトタイプだが、ラボの中だ。これが君の人生。なれるんだな。なれろ。テオっていう、しかも本名があった。ものすごく好きなの。テオっていう本名があって、実験体1188って言われてる。え、もともとなんか従業員だった人なのか？てか、やっぱなんかだんだんさ、この世界のさ、化け物たちがだんだんあれだよね、従業員とかもっと人間とか子供説が出てきてんだよね、俺の中で。勝手に違うかな。あ、こいつまた来た。何？こいつ捕まったらどうなん？ちなみに。ちょっと捕まってみる。あー、普通に死ぬ。普通に死んだわ。プロトタイプに敬礼。さっきのプロトタイプってことか？彼は素晴らしいやつだと思わない？この文字何なんだろうね。ずっと気になるけど。途中から急に現れたんだよな、確か。あの、お、女性の方？おい、全然驚かないじゃん、お前。よし。まあ、とりあえず、こいつらにはこれを使えってことか。とりあえず、この先もまだ出てくるから、よいしょ。ほい。ほい。おい、助かる。よし。しかし、ちゃんとあいつら襲ってくるタイプなんだな。どっか行け。あー、もうバグっちゃった。ごめんね。ちょっと早くやりすぎだよね。ごめんね。すげえ、目飛び出しすぎてね。これ火消えたらどうなんだろう。こいつは来んのかな、また。来ないんかい。
とりあえずこっち行くか。何？ん？あ、来てる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 。あっぶねえ。また正面から来るのが？え、来いよ、かかってこいよ。おらおらおら、燃えんぞ。お前また来んのかよ。来すぎだって、いくらなんでも。おい、足りなくなりそうだな。よいしょ。はい。とりあえずこっちに抜けていくしかないか。ひとまず。うわ、どんどん来るじゃん、お前ら。これ、一網打尽にできる。あ、できるできるできる。あぶね。ちょっと、こいつら結構量多くない？相当数いるぞ、こいつら。はい。一旦もうこっち行っちゃうか。あ、どんどん来る。すげえ速さで来るな、お前ら。ほい。こっちか。だって、どう行けばいいんだ？どう、合ってんのか、こっち。違う。まずい。あいつら来てんじゃね？お、来てないわ。おい、正面から来んのかい。弾がな、弾の数が足りなくなりそうで怖いわ。どっちから行く？とりあえず帰って、どれ？うわ、来てる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 ！急げー！あ、なんか正しそう、正しそう。どう？合ってんじゃね？あ、違うのか？あ、こっちか。来てる。ちょっと、お前、一発ひるんでくれ、頼む。めっちゃ来んな。ちょっと来すぎだってみんな。お前らのお父さんじゃないよ。どこ走ってんのか分かんなくなってきた。これ合ってんのか果たして。あ、なんかあるぞ。ボタン？あー、電源が必要なボタンね。オッケー。電源。うーわ、どんどん迫ってくるやん。くっそ。どうやって行けばいいんだ？あの品物。先をしっかり見て、あっちか。ここ通れる？通れないよね。これマジで子供用エリアって感じだな。あ、これ踏むのか。踏んでると、うわ、また来た。反対にはあんのかな？同じだが。よし。さあ、どこに来る？まだ4発あるからな、とりあえず。とりあえず、貴様らにはこれをお見舞いしていけばいいってことはよくわかった。よし。あとは、上に戻ればいいのか？あー、戻れない。こっちか。あー、こっちから戻るしかないか。よいしょ。大人でも通れるサイズ、結構でかいよね。なんか。あー、待ってきた。めっちゃ来るよ、お前ら。はい。早くどっか行け。危ね。今のやつ。切るんだけど。よし。あー、もうまた上に戻んないといけないのか。大変だな。こっち来て、こっちか。おっしゃおっしゃおっしゃ。おー、登ってくんな、お前。あれ？え？うーわ、そういうことか。すごい来るよ、お前ら。結構急ぎでやんないといけない？じゃあ、登ってこれないよな、さすがにな。うん、登ってきたりはしない。おっしゃい！してるしてるしてる。しっかりこいつら、登ってくる。ちょっとじゃあ、急ぎだな、結構。はい、どいてどいてどいて。バックオーライ、お前ら。お前らバックオーライよ。はい。ちょっと、意外と急ぎ勝負だった。もう、急いでるのに、難しい。よし、もう一回行くぞ。はい。うむ。で、速攻、もう速攻戻る。うわぁ、もう上から降ってくんな、なし。いい子だ。みんな、いい子いい子。はい、はい。燃やしたいよ、みんな。はい。え、全然間に合ってない。なんで？え、なんでこんな間に合わないの？マジでどうすればいいの？どのタイミングでというか切れるんだこれ。ちょっとそれ見るか。あ、もうすぐ気に切れる。あ、ん？あ、これじゃん。絶対これだ。おい。ちょっとお前ら、邪魔邪魔邪魔。
やべ、なんか俺も閉じ込められたみたいになってる。まずい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 。よし、これで上来て、あ、やべね、危ねえ、こいつら危ねえことしやがんな。おい、どけどけ、お前らどっか行くんだよ。で、押してる間だったらと思ったら来た。こいつらなんかやるとき静かだな。まあ大体攻略方法分かったね。頑張ろう。あ、できてるわ、もう片方。よし、じゃあ反対側に行けばいいのか。さあ、どこに来るかな。おい、来たー。上から落ちてくんなって。だからでも最初からこっち行けばいいね。最初にもうこっち来て、多分こっちにもなんか押すものがあるんじゃ。あったー、これだ。よいしょ、これを、わあ、後ろから。それは無理。あ、できてるわ。じゃあ、あとこれもう押すだけか。これで押せばいいんじゃない。来い、来たー。あいつらもうこれだよね。よし、で、で何が起きんの？あいつらも出てこれない。ん？ごめん、何が起きたの今。あ、押して、すぐこっちに乗ればいいってこと？違うねえ。違うねえ、これ。なんかこの間に何かが起きてるとか、そういうことなの？違うよな。後ろ。え？あ、こっから押せばいいのか。そりゃそうだわ。こっち来て、こう。え？うわー、いっぱい来るぞ、これ。お前ら燃えながら来んな、マジで。はい。しっかり回復して。待って、撃てない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 。撃てない、撃てない、撃てない。撃てない、撃てない、撃てない。いつ撃てんの？危ねえ。てか、これ、一体一体しか処理できないのにきつくない？危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、危ない。マジで危ない。マジで危ないから、お前ら。燃えるよ？燃えるよ、みんな。みんな燃えてもいいといいの？はい。よし、来たー。上だ、上だ、上だ。とりあえず上に上がっていけば。あいつらから逃れられんじゃね？暗っ。じゃ、え、こっちじゃないっていうのか。こっちじゃないってことか。あいつはどこいんの。あ、キュート、下か、下か、地下、こっちはいけない。なんか書いてあるけど、 There is no room for you here。 あなたのいる場所。何の音だ今の。水の音。あ、うわ、なんかこういう、こういう人形嫌いなんだって。多分日本人形の次ぐらいに嫌い。こういうの。何このステージ。なんかあるわけではないのか。ん？どういうステージだ？開けられ、開くんだ。え？え？何のステージなの？なんか乗り方説明みたいに書いてない？ちょっと見てみるか。あー、なるほど。なんか、ここにあるレバーを引いたら、これでアクセルとブレーキか。なるほど。そういうシステムね。え、じゃあなんもないのか、この部屋。ガチでただの水槽があった部屋。あー、でも待って、血引きずられてんな、めっちゃ。ここでなんか、惨殺されてるぞ。奥にはなんもない。なんかありそうだけどな。なんもないか。じゃあこっち行っちゃいましょうか、先。あ、もうどん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 俺は明るくしてっちゃうぜ。もうさっきのやつらもう出ないっしょ、さすがに。なんもないね。うわぁ、ハギーバギー。真っ二つになっちゃって。なんでこれ下だけ。なんでこの下。なんか下が空いてるのは怖いよ。切られるとかでもないしな。君は、ポピーに言われて。うお、助けに来たんだね。ブックディ、誰？僕はもう手遅れだ。手遅れ？誰お前。ドッグディ？ここはキャットナップの家。キャットナップの家。はい。奴らの家。今まさに無数の目が見つめている。どこにあんの無数の目？とてもお腹を空かせている。君の柔らかい体をゆっくりと引き裂いて、
少しずつ食べたいと。お前も食べられてるってことか。空っぽの心をたっぷり満たすためにね。あの化け物キャットナップ、プロトタイプを神のように崇め、このように異端者を懲らしめている。異端者、お前異端者だ。小さなおもちゃたちは死を恐れてキャットナップに従うんだ。そして餌をもらう。ああ、抵抗したさ、プロトタイプの支配に。僕はスマイリングクリッターズの生き残り。おお、スマイリングクリッターズ。よく聞いて、君はここを抜け出して、生き残るんだ。わかった、ドックリー、わかったよ。君とポピーならできるよ。あ、ポピーのこと知ってる。この地獄と苦しみを終わらせ。ああ、やめてくれ。いいから早く行け。逃げろ。食われた。何？何？なんで？キャットナップが来る。結構じゃあ終盤ってことか。もうなんだかんだ、あいつはドッグ D っていう名前のあれだよね、あのグループの中の一人だったってことだよね。俺どこに逃げろだったの？こっち。やめてくれ。早っ、もうそんな感じ。違うな、こっちじゃねえか。どっち？こっち？どこに逃げればいいの俺。逃げるってあんの？どっか逃げる場所もないんだけど俺。どこに、え、どこに逃げればいいの俺。ちょっと来んな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 、なんでやねん。でもやっぱりさ、あるとしたらよ、ここしかないと思うんだよね俺。ここがいつ落ちてくれんの？正直それがわからん。もう一回行くか、とりあえず。バイバイ。よし、行きましょう。で、多分これがさ、壊れると思うんだよね。壊れないんかな。どのタイミングで壊れるのかも分かってない。壊れない。いつ壊れんの。あ、壊れた。で、こっち、こっち。あっぶねえ、あっぶねえ。なあ、どこどこ、こっち。来てんのか、来てんのか、めっちゃ来てる。めっちゃ来てんじゃん。すげえ来る。こっちじゃない。こっち。違う、こっちだー。なんでだー。わからん。てか、やっぱり合ってたね。あそこが、やっぱ抜けるって判定でよかった。よかった。よー、ドックディ、また来たぜ。ごめんな。お前何回もそんなことさせて。ほんとすまねえと思ってるわ。早く行かして。ドックディ、またな。また会おうな。今度こそ逃げろ、お前から。よし、行こう。こっちなんだよな、確かな。こっち。最初のシーン、ちょっとロスタイム、ロスったかな、若干。とりあえず、火だけ出しとく。とりあえずの火だけ出しとこう。で、多分こっちなんじゃないかな。こっちだ。アップリュー。アップリューだわ。アップリューってなんだ？ポケモンだ。さあ、いつも結構来てるだろう。そして、こっちで合ってんのか？一回で合ってんのかわかんねえ。まっすぐ行くよ、とりあえず。こっち？あー、違う。お前らいんのかーい。正しい順序を見つけていかないといけないのか。大変だな。やめてくれ。さあ、今度こそドッグリー、お前から逃げてやる。もうちょっと次はね、ゾウさんとかいたらもう速攻逃げるわ。もうマジで。火の玉をちょっと無駄せずに行くね。ちょっと今度は。さあ行こう。レッツゴー。意外とあいつ早いんだよな、ドッグリーがな。思ったより早い。さあ、しっかりインコースついて、こっち。で、こっから先よ。こっから先が、さっき俺まっすぐ行ったよな、ずっとな、多分。あるところのまっすぐ行って、こっちもまっすぐ、ここを、こっち。違う、逆だ。こっち。いける。あー、しゃがめ。相手も遅くなってる。ちょっと相手も遅い。どっち？真ん中。合ってる。んで追ってない。来てる、音がする。うわあ。さあ、ドッグで行こうじゃねえか、一緒に。君とポピーならできるよ。この地獄と。ごめんな。俺が多分今苦しみ、地獄味わわせてるかもしれないわ。あ、来て。やめてくれ。いいから早く。早く行かして。早く逃がして、俺のこと。お願いしまーす。来た。さあ、行こう。さあ、しごう、レッツゴー。意外と早いんだよな、あいつがな。よし、どうすればいいんだろうな、あの場所。こっち。
おおよその場所は覚えてる。大抵は。ちょっと微妙なラインもあるんだよな、少し。ここもまっすぐでいい。で、ここを、こっち、こっちじゃなくて反対。で、どこだっけ？まっすぐ行ってる。よし。うまくいってる、うまくいってる。めっちゃうまくいってる。で、さっき真ん中でうまくいったよね。真ん中で行きましょう。で、問題はよ、こっから先。この後が、どっから来んの？そっから来てよー！フリー！どこに逃げばいいんだよ、お前。やっぱむずい。さあ行くぜ。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。いや、でもマジでこれどう逃げればいいんだろうな。最後の、あそこもよくわかってないし。どうすれば逃げれる？できる限りインコースをつけ。できる限りインコースをつけ。できる限りインコースだ。危ない！インコース気づいた。危ない。危ねえ、危ねえ。こっちからのこっちだよね。で、ここは相模必須。で、あとここを滑り台。滑り台！よし。で、問題は、この後よ。すげえこの後が問題でさ。あいつ、あそこから出てくんだよね、確かね。なんか、一旦こっち行ってみるか。こっち。こっちに行けば、なんかある。なんか変えないといけない。くそ。変えとかなくちゃいけないのか。まさかのここで、手を変えろってことね。難しいな。最初はとりあえずこの手でいいから、問題はあそこに入った時に2番に切り替えればいいね。OK。いいぞ、めっちゃ順調。で、この後2番にしといて、よし。で、この後、こっちに行って、あそこを使う。はい！なんでー？むず。頭ぶつかったんだけど、マリオみたいになった。よし、最後の。これで多分最後の挑戦になるかな、こいつは。最高ぜ、ドッグ D。追いかけっこ返した。で、問題は最後のこの手を使うタイミングよね。本当にこれだけ難しい。ここもまっすぐ。これこっち。で、こっち。よし。いいぞ。で、しゃがんどく。よし。うまくいってる。めっちゃうまくいってる。滑りたい！よっしゃ。さあ、ここで一休憩。入れて、ここで一休憩よ。で、多分、本当にこっちで合ってると思う。よし。行くか。多分、後ろから来てる。頭だけぶつけないように、最後の最後！来たー！来たー！やっと来たー！難しかった。え？この先は何がいいの？どっち？どれを用意していけばいい？なんもないのか。あ、お前何？あ、ドッグ D だ。ドッグデイのミリ！ミリ？行け行け！遠くまで！何？追いかけっこ？なんで？突っ立ってんだ。俺？俺？ここにいちゃダメ。さっさと行けよ。なんだなんだなんだ。急に悲しくなるなお前。大丈夫？ドッグデイの。ああ大丈夫だった。よかった。なんもなかったみたいだね。よし。これはなんもないかな。おっちゃん。よし。じゃあここ滑り台行けばいいのか。行こう。何が起きるんですか。ん？電話の音？オーリーか。ねえ、大丈夫だった？怪我とかしてないといいんだけど。まあ、とりあえずしてないね。大丈夫だよ。本当に無事でよかった。もうこれ以上友達をなくすのはごめんだからね。あ、友達だと思ってくれてる。なんか嬉しいな。ね、神殿は見つかった？神殿？だから救世主だと思ってんのか。自分の自由と引き換えに彼の命を。キャットナップにとってプロトタイプはスーパーヒーローだ。この場所を救ったからね。プロトタイプを神様とみなし、逆らう
マジで俺もか。まだあんの？そんなの。とにかくゴールは間近で。あ、ゴール間近？よかった。新しい鍵を用意した。あ、鍵？ありがとう。次はカウンセラー室に向かってもらうからね。オッケー、カウンセラーね。ないけど十分な電力があるはず。あそこにあるジェネレーターを動かしてつなげれば準備完了さ。それとキャットナップに注意して。物陰やチカチカした明かりの中に奴は隠れてる。あいつはまず獲物を観察する。そして持ってる武器を取り上げちゃうんだ。え、これ取り上げられんの？相手を弱くして殺す。あいつは狩りの天才だからね。注意して、また後で。わかった、オーリー、ありがとな。で、さっきそういえばなんだっけ、学校の方のなんか予備電源も持ってこいんだっけ。わかんねえ。なんかどういうことをするんだ。カウンセラー室に迎えってのは分かったけど、電力もなんか持ってくんじゃなかったっけ。じゃこの辺に、あー、開いてないか。まあ、開いてないならいいか。じゃあ次、カウンセラー室ね。どこにあるんだろう。カウンセラー。あー、この、神殿あっちかな。あれか。あれがカウンセラーオフィスね。よし。じゃあちょっと今回もここまでにしたいと思います。次回、こちら、カウンセラーオフィス。こちらの方で行きましょう。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。